改めまして皆さんこんばんは。福岡市小高島でございます。皆様方には福岡の安南リーダー会ということで、本当に福岡市の地域防災に関して日頃から大変お力添えをいただいていることに改めてこの場をお伺いいたしまして、お礼を申し上げたいと存じます。そしてまた先日の福岡市の総合防災訓練の時にはですね、皆さんがリーダーとなっていただいて避難所運営に関するサポートも、行っていただきました。で、今日は、間もなく熊本地震から1年というのを迎えるにあたって、あの時その、我々の、兄弟でありますところの熊本市がまた、大分が、大きく被災をする中で、たくさんの課題が見えてきたわけですね。そして改善の余地がたくさん見つかってきた。で、災害は忘れた頃にやってくるという言い方がありますけれども、最近では忘れる前にやってくるというぐらい、ものすごくやっぱりその災害が起きる頻度が早くなっているというふうに思いませんでしょうか。先ほど田村先生と控え室お話をさせていただいて、やっぱりそういうもう周期にね、もしかすると第一の周期に入っているんじゃないかというようなお話もありましたけれども、やはり私たちは自然災害を止めることができないわけですけれども、災害が起きた後できることはたくさんあるわけであって、それでできることの一つが、今日これからお話しさせていただく避難所サポートチーム福岡というところで、ございまして、これが一体どういうことをイメージしているものなのかっていうことに関して、今日は、私からお話をさせていただきたいというふうに思います。で、まず一つがですね、ここにいる九州というのは素晴らしい絶景があって、そして温泉があってなんていうものがあるわけですけれども、でこういうものを享受してね、素晴らしいなっていうふうにも誇りに思っているわけですが、果たしてこのような絶景が、あのような絶景がゆっくり時間をかけて雨によって浸食されてできた光景、風景なのだろうか。そうではなくて、やはり短期間のうちに一気に大きな力がかかったからこそこんな絶景が生まれているわけであって、そして温泉が湧いている、つまり私たちはそういう非常に活動的な大地の上に立っている、それが九州というものなんですね。ですから私たちはこうした火山、地震、そして台風、このようなものによって一方ではもたらされる恩恵もあるけれども、同時にこうした自然災害と寄り添っていかなくてはいけない宿命になるというふうに思うわけです。そうした中で去年大きな熊本地震というものが起きてしまったわけです。九州というのは国土の面積も人口も経済も大体日本全体の中でおよそ1割というふうに言われています。よく1割経済という言われ方されるんですが、実は土砂災害がどれくらい起きているかというと、実は全国のうちで2割は起きている。つまりそれくらいいわゆる土砂災害、災害に関する課題先進地であるという言われ方が言えるということが言えるわけですね。実はこれは去年、昨年度でいきますと日本全体の3割、10年前でいくと実は6割が、日本全体の6割の災害が実は九州で起きている時もあったんですね。こういうような実は非常に課題の先進地域である九州、これを私たちは課題先進地域であるからこそ防災の先進地域九州に変えていく、そして次の世代に引き渡していくということ、これこそがですね、やはりたくさんの痛みを伴って得た教訓を私たちは決して無駄にすることなく次の世代につないでいく、今を生きる私たちの責任ではないかというふうに思うわけです。先日の熊本地震の時の福岡市はどういう支援をしていたかということをちょっと振り返ってみたいと思います。旧内部小学校跡地があるなっていうふうに思いましてね、ちょうど市のど真ん中でもありましたので、そこに市民の皆様に、SNS を使って、いわゆる Facebook だとしても、こういうものをぜひ持ってきてくださいと呼びかけをさせていただきました。たくさんの方の、持ってきていただける思い、姿に、本当に涙が出そうになったわけですけれども、箱にするとおよそ3万6500箱ですね、これをすべて来たものを、分類をして、被災地に送って、被災地の人に分類してもらうんじゃなくて、被害のなかった福岡市で
集めて、それを全て分解分類して、そして現地のニーズに合わせてダイレクトに運ぶことができる福岡方式を取り入れたというのが今回非常に特徴的な取り組みでした。そして被災のボランティアも、受け付けました。そして通常であればボランティアの方は現地に直接行くんですね。そこでいわゆるボランティアセンターに行って、じゃああなたはここに行ってくださいということを言われる。で、実は熊本地震の時、せっかく、まあせっかくと言ったらよくないんですけれども、なんていうのかな、不幸中の幸いとして、ゴールデンウィークってある意味、その一番ボランティアが来やすいタイミングでも本来あったはずなんです。ところが、ボランティアセンターが長蛇の列が早朝からできて、せっかくやる気満々で来てくれた方に対してですね、紹介ができずに、もうそのまま帰っていただくということにもなった現状もあったんです。だから、その次からのそのリピーターで来ていただけなくなってしまったということもあるんですね。福岡市はこのボランティアに関しても、福岡市が受け付けて、ここを出発する前の段階で、被災地のどこに行ってボランティアをするということも、すでに事前にマッチングを終えておいて、ここからバスを出して、移動するバスの中でレクチャーをして、注意事項だとか、そんなことをレクチャーして、現地についてはすぐに行動ができるというような、これも自己完結型のいわゆるそのボランティアということにも今回チャレンジをいたしました。それから職員もですね、福岡市の職員も述べていくと、6177人の方が行って、さまざまな形で、福岡市の職員としても支援をしてまいりました。また、ICT の活用とありますけれども、実は、私も現場に入ってみて驚いたんですね。大体こう、物資の拠点があったら自衛隊の島と、福岡市の島と、熊本市の島と、それから NPO ボランティアの島があるんですけれども、みんなバラバラで、で、自衛隊の皆さんも現地に行く、そして、その避難所のニーズを全部書き取ってきて、そして、その、物資の拠点に行って何が何個足りないんだって、それを持ってまた避難所に戻るという、まあ、手作業をしているわけですね。で、ところが避難所の皆さんは今日のお昼おにぎりが30個足りない、で、この人にもおにぎりが30個足りないんです、あの人にも30個足りないんですって言うと90個来ちゃうんですね、お昼に30個でいいところが。で、こうしたいわゆる重複を防ぎ、逆に言うと抜け目があるところがどこなのか、そこを抜け目を作っちゃいけないというためにはですね、実は福岡市今回 ICT を活用したんです。これは被災地震が起きてからこういうシステムを作りましてね、どの小学校に自分が職員がいるかというのをポチッとします。あとは汗拭きシートは何個だね、トイレットペーパーは何個足りないということを数だけ入力して送信ボタンを押すとですね、福岡にいても被災地にいても避難所にいてもどこにいてもみんながスマートフォンで今どこの避難所で何が何個足りないっていうことがもう一目瞭然でみんなが分かる。そして物資の拠点からは、はい確認しました、じゃあ何時頃に今送っていただいた全てのものを何時に送りますっていうことを返信することもいる。だから、まあ、誰が確実にここには何時に送るから重複しなくていいねっていうことも全部分かるようなシステムを使ったんですね。こういうことをすれば災害が起きた時の支援というものは重複がなく、かつその抜け目がないという点で可視化するっていうこと、 ICT とかね、今スマートフォンって結構持ってる人も多いんでね、こういうものを使ったらまさにできるようになるわけですね。それから避難所を運営している職員同士でも SNS、LINE とかを使って LINE のグループを使って、例えば、まあね、うちの避難所では歯ブラシが大量にありますから不足しているものがありますかっていうふうに投げかけたら、横の連携で余っている避難所から足りない避難所へと物資の融通をするっていうような、こういう縦のラインと、それから横の SNS のコミュニケーションっていう、こういったことで避難所の、まあ、サポートを行ってきたわけですね。で、このような福岡市のさまざまなやり方は、一言で言えば、自己完結型支援というふうに私たちは呼ぶようにしました。プッシュ型、相手もが求めがあるわけではないけれども、物資をとにかく向こうに送るというプッシュ型。プル型というのは相手のニーズを聞いて、そのニーズに合わせて持っていくというのがプル型です。でも、どっちもいい点悪い点があって、プル型は相手のニーズを聞いて持っていけばそれがいいように思うんですけれども、忙しいさなかに、いろんなとこ問い合わせがあって何が何か足りないなんてことをいちいち答えてる暇がないわけですね。逆に、その電話とか問い合わせが負担になってしまうということが、
プッシュ型の場合、すぐにとにかく一定量いるだろうということで現地に持っていくのは非常に助かりますけれども、逆にすぐ近くの体育館まで持っていった方がいいけれども、それぞれの避難所に持っていく、自宅に持っていく、ラストワンマイルって言うんですけれども、それを運ぶ人がいないから非常に逆に向こうの負担になってしまう。福岡市が取ったのはプッシュ型とプル型の両方のいい点を取ったんです。自己完結型支援、実際に福岡市であれば、例えば物資を集めるのは被災地ではなくて福岡市で集めます。仕分けも全部福岡市のボランティアと一緒に福岡市がやります。そして避難所に、それぞれの避難所でどれが何がどれぐらい足りないかっていうことを調べることも福岡市が全部やります。そして足りないところは向こうの物資の拠点を通してボトルネックを通すことなく、ダイレクトにその避難所に福岡市から持っていきますというラストワンマイルで、ニーズを聞いた上で直接全部持っていけるという、これが福岡市が行った自己完結型支援というものですね。これはですね、ちなみに言うと、私はね、選挙 のことで、結構ね、これはひらめいたんですけどね、選挙の時にね、応援に来てくれるという人がいるわけですね。でそしたら、何時ごろ着きますかと来るわけですよ。何時ごろ着く、博多駅に着くって言われてるってことは、これ迎えに来いってことだなと。で、車を用意する。で、私はどこに行けばいいですかっていうと、せっかく来てもらうから人が集まっておかなきゃいけないから、人を集めておかなきゃいけない。今日は泊まって帰りますっていうことは、夕食のなんかどっか準備しとかなきゃいけんかなとかですね。ただ、逆に大変なんですね。避難支援に行きますって言っても、向こうに全部お任せであったら向こうに負担が来るわけです。一番助かる支援というのは、あ、何日頃に私が勝手に来て、勝手に私のつてを頼っていろいろと説教運動をね、お願い事して勝手に帰りますからお気遣いになるというのは一番助かる支援なわけですね。で、やっぱり被災地もやっぱ同じで、その相手の方って、自治体の方もどの方もみんな被災者なんです。みんなそれぞれ被災して大変な中で、こっちから何が必要ですか、どこが大変なんですか、概要を教えてくださいとか向こうに問い合わせると、それが負担になって仕事ができないということになっちゃうんです。ですから自己完結型支援ということに福岡市は徹底的にこだわって取り組んできたわけです。熊本地震で出てきた課題、まあ、いくつも今お話ししたいろんなものがあるというふうに、まあ、思うんですけれども、じゃあどうすればいいのかということですね。それで実は災害が起きてからそこが復興するまでっていうのは大変時間がかかります。報道は今も本当に少なくなってきたんですが、熊本ではまだまだ苦しんでいる方もたくさんいらっしゃいます。復旧できないインフラもたくさんあります。ですから、あるやっぱり大きな災害が起きたら、これは広域的に支援を国や他県も含めてみんなで支援をしていかなくては動きません。ただこの本格的な広域支援が動き出すというのは、だいたいこれまでの大きな災害を振り返ってみてもおよそ1週間後です。現地がどういう状況になっているか把握する、そしてじゃあそれぞれの自治体がどれぐらいの今能力を出すことができますかっていう調査をする、そして調整をする県や国が、じゃあここに何をお願いします、福岡市は何を出してくださいってお願いする、お願いされた方はそれをじゃあ職員の誰々さんに言ってください、明日出発です、明後日出発です、そして1日移動する、そして実際に翌日から作業を開始するとなると、だいたい1週間かかるんですね。だいたいこれまでの災害どれもそうだと思います。ただ災害が起きてからおよそ72時間。これは命をつなぐ一番大切な72時間です。そして特に整理ができる前の1週間というのがものすごくやっぱり大事になってくるわけですね。ところが広域支援が本格的に稼働し始めると1週間かかってしまうんです。被災自治体も情報がまずどうなっているかわからない、混乱をする。それからいろんな人がいろんなことを言い出す、先導が大変多くなりますので、まあ、統制ができない。で、避難所もですね、指定避難所、指定外の避難所、車中泊、いろんなことありましたね。物資があるところには届くけれども、あるところには全然届かない。この不公平感というのはものすごく不満につながってくるわけですね。で、こういったことが起きてくる中で、実はこの災害発生から1週間の隙間、
ここで実は一番活躍できるのは何かというと、実は基礎自治体、特に福岡市のような政令指定都市はものすごくここで要するに発揮が、機能が発揮できるわけです。なぜか、災害が起きます。一番最初に復旧しなければいけないもの、必要となる機能、まず生き埋め者がいないか探さなきゃいけない、火事が起きてないか、火事が起きていれば消火しない、一番最初の消防の機能を持っているのは基礎自治体、市です。国や機能は持っていないんです。そして水が出なくなった。水を流すためには実は見えないところに下水管、下水道がきちっと間違いなく途中で漏れなく下水処理施設まで行くということを確認できない限り実は水道で流せないんです。まずは下水道をきちっとする、そして水道を流す、これも全て基礎自治体、市が持っている機能なんです。それから災害が起きた時に自分の力で逃げることはできない要支援者、どこにいるのかというようなリストを持っているのも基礎自治体、市しか持ってないわけです。このように実は災害が起きて一番最初に必要となる機能っていうのは実は市が持っていることが多いです。避難所となる小学校の管轄も大体市ですよね。基本的には市なんです。だからこそこの隙間を埋めるためには災害が起きてすぐ基礎自治体がバッと一気に動くことができる体制を作っておくことが大事ではないかというふうに思ったわけです。そこで九州市長会が、そのここに行われた会でご提案をいたしまして、九州市長会防災部会というものを立ち上げました。で、福岡市で私が部会長になりました。通常からいわゆる常備軍、サンダーバードのようにですね、日頃から福岡市を中心とした基礎自治体が消防なり水道なり下水なり、それから保健師ですね、万が一があった時のそのトイレの衛生環境とか、こういうのは保健師、衛生、こういう面で機能を持つ福岡市の骨格に、それぞれの九州各地の基礎自治体が持つ実行部隊をですね、この福岡市の骨格にさらにくっつけていく形で、さらに強化をして、いつでも災害が起きた時には動けるような体制を九州で作っておこう。それで九州市長会防災部会というものを立ち上げたんです。そして何かがあったらすぐ福岡市へ行って、そして災害の支援に当たる、そしてその時に得られたさまざまな現場の状況実態というものを国やそれから九州の知事会ですね、こういった県と国ともしっかり情報をどんどん共有して流していく、そしておよそ1週間経った時に広域自治体による広域の支援が本格的に動き出すときに、それより正確な現地の状況が分かって、しっかりニーズに対応した支援ができるように、これを作るような、この九州市長会、知事会、その実は骨格を作ることをこれまで実は進めていて、おととい、私が大分の九州知事会の現在会長が大分県知事、広瀬さん。これ広瀬さんと市長会を渡して、そういった発表をおとといしてきたわけであります。で、こういった日頃からそれぞれ役割分担ということを明確にしていきながら、漏れなく、そして災害発生時にすぐに対応できるような、こういう体制を作っていく、それから災害に関する人材の育成ということも、行政の間でもしっかりやっていきましょうということが話されました。そして今日、避難所サポートチーム福岡、その講座が始まるわけであります。で、とにかく災害が起きた時には一刻も早い、復旧、そして市民の 日頃からの、 その、平穏なその生活を、ね、再建する、戻していくということが大事になっていくわけであります。で、確かに今回も6000人以上の福岡市の職員を現地に派遣をしました。で、ただこれは行政職員がみんなでもっと入っていくのはもちろんいいんですけれども、ただ復興や再建になかなか取り掛かる、つまり行政しかできない本来の仕事がこれによってできなくなってしまうということ、それから実は避難所でね、こういうこともあったんですね。実はその指定避難所っていうのは小学校にあって、
校長先生と教頭先生と協力をしながら運営するわけですけれども、最初から行政が入った避難所っていうのと、最初から自分たちで勝手に集まってできた避難所、どちらも最初混乱してるんですが、実はしばらく経つと変わってくるんですね。実は自分たちで集まって自分たちで避難所を運営始めた方は自治が始まるんです。リーダーが現れて、そしてその中でこうやって協力してやっていきましょうという自分たちの避難所を自分たちで作っていくという動きが始まる。ところが行政が最初から入って要望を聞いていくとですね、その要望する側とされる側っていう実は形になってしまって、それはその後にも実は影響してくるっていうことなんです。まあ、このあたりがまさに虎先生がもう専門中の専門ですので、後ほど多分お話出てくるかもしれませんけれども、実はこういったことも起きてくる。で、ちなみに益城中央小学校の避難所というところなんですけどね、避難初日はもう空いてるスペースにとにかく体育館に入れるだけこう入って、無秩序に場所取りが始まっていたわけですけれども、翌日、まあ、あるキーパーソンの方が現れます。で、ここでまた余震が続いたときに、この体育館から逃げるときの通路はみんな確保しておいた方がいいんじゃないって、まあ、いいんじゃないって分かんないんですけど、それは大事ですよねって、同じ視点、同じ視線で呼びかけて、その通路、避難通路とか、出口の周辺というのはみんなで開けましょうっていうような、こういったことが始まる。つまり住民による避難所の自主的な運営が始まっていったわけですね。そして、まあ、これはまあそのみんながどうこうというか、できる人ができることをする、無理せずみんなで運営に参加というようなことで、そのできる人ができることをやっていこうというような、そういうような、実はみんなで知恵を出し合ったりできることをやっていったりという動きが始まっていったんです。ダンボールベッドの周囲に間仕切りを作って、じゃあ昼間を開けてコミュニケーションで取り用意しましょうと、こういうまさに自治が始まっていったんですね。これが実はその後の仮設団地へ移転したんですが、その後も実は自治が確立していく上で、非常にその時の最初の段階というのが、その後になっても影響してきたということがちなみにございました。ただ、避難所というのは知識が必要です。やっぱり避難という特別な環境です。福岡市も正直言って今回最初失敗したところがあるんです。行政っていつもみんなに平等という原則が最初に来ますよね。物資が来た時に体育館に避難している人皆さんにどうしたら一番平等かなと思って持ってきたものをね、ある避難所ではみんなの真ん中に置いたそうです。避難所の真ん中に一番誰からも取りに行けると思って、そしたらね、結果的に取りに行くのは足が速い人、強い人、もう弱肉強食の世界になっていたわけですね。でも実はそれを指摘してくれたのがうちの女性職員だったんですね。よう見たら高齢者の人取りに行ってないよって、ね、子育て中長取りに行けてないよって、そうよねってさ言われればだからそりゃそうやで、こういう時の平等っていうのは何もスタートライン平等じゃなくて弱者からだろうっていう、障害のある方とか高齢者とか、それは弱者からだろうって言われればそうなんですけど、やっぱりね、突然パーッと言われればね、やっぱ分かんないんですね。ですからこういう時のためにどういう配慮が、特別な配慮が必要なのかとか、こういうような知識を事前にやっぱりちゃんと得ておいて避難所運営のサポートするということがものすごく大事になってくるんです。ですから避難所運営のエキスパートを普段からみんなでそういった知識を得ていくことが大事で、そして避難所チームサポートチーム福岡、今回は、まあ、安全安全リーダー会の皆様にお越しいただきました。皆さんは日頃からその防災の知識をお持ちの皆さんがさらにその避難所サポートのその特別な知識もお持ちいただいて、そして万が一その災害が起きた際にはですね、こういうような様々な、当然避難所ですからいろんな犯罪があるのも、これも直視しなければいけない現実です。特に女性性犯罪というようなことも含めて、ね、いろんなこともあります。で、こういうようなことをしっかり分かった皆さんにですね、万が一が起きた時にはぜひその避難所
運営のサポーターとしてご活躍をいただきたいというふうに思いますし、これは福岡市の時はもちろんですが、万が一福岡市以外の他都市が北九州だとか大分だとか鹿児島だとか九州の中でそういったことがあった時にですね、もしこの中でも事前にお伺いをしておいて、例えば自分はそういうのがあったら力を貸していいよという方がいらっしゃればですね、チーム福岡として一緒に行ってサポートの力になっていただきたい、これが今考えている大きなその方向性でありますし、その動機であります。ぜひこれから、田村先生もまさに、阪神・淡路大震災以外、ずっともういろんな災害といろんなもう避難所のもうスペシャリストですので、お話をお伺いをしながらですね、ぜひ皆様にもお力添えいただいて、そして避難所サポートチーム福岡のメンバーとしてこれからも一緒に万が一に備えて安全安心の福岡を作るためにお力添え、これからもいただければと思います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。